皆さんこんにちは、今日から新しいシリーズということで、単純に韓国語を배우는게아니라日本語でも韓国語あ、いさんで緊張してる緊張して시작하는거야오늘은이거다今日はこれだですね。毎回毎回テーマを変えて、韓国語だけでなく韓国に対する文化も一緒に学べるような時間を作っていきたいと思って新しく作りました。今日はですね、チャットシリーズということで、実は特別なゲストがいます。오늘의게스트바로이분오시겠습니다。와어서오세요들어오세요들어오세요 아, 아久しぶりです오久しぶりです久しぶりです皆さんこんにちは지성です久しぶりですねちょっと引っかかるのはあるんですけれど、はい、レギュラーじゃなかったんですかあ、レギュラーではないです今日はあくまでゲストということで、はい、いろいろお話を聞いていきたいと思います、はい지난번에사실오빠가다음번에는살을빼고출연하겠다살이빠지면다시나오겠다이런얘기를했었어요그어제술을마셔가지고약간조금더붓었어요약간그놈의붓기가오늘좀빡시한옷을입어가지고이게더네네커보여요두번째핑계그렇죠알겠습니다네 그리고사실이게제일궁금했어요네그몇개월동안저희가영상을못올렸었는데그사이에오빠가자가격리를겪었다고그렇죠얘기를들었었어요자가격리っていうのが自主隔離ですね日本語だったら自主隔離自主隔離初めて聞きました聞いたけど忘れた聞いたけど忘れた자가격리라고韓国語では言うんですけど簡単にお話を聞いてみたいと思うんですけどそうですねまずコロナのせいで本業が、それはちょっと大変になって、副業でクーパンっていう、あ、これ言ってもいいのかな言ってもいいのかな言ってもいいのかなピーチョレーで。ロロロロっていう、まあ、日本って言ったらね、ロロ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 ショッピングみたいな。そうですね。それも言ってもいいのかなロロロロロロロみたいなところで働いたんですけれども、そこでたくさん多くの方たちが、コロナになっちゃって、で、一緒に働いてる人、そこの人もみんな、自主隔離。自主隔離。自主隔離になっちゃって、2週間、もう引きこもりですね。ドアの前までは、母がこうやって食事とか持ってきて、そうだそうだ。トン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 して、家族がいる人はこういう風になってもいいけど、いない人はなんか施設に行ったり、そういう人もありましたね。いましたね、ありましたよ。いましたね。いましたね。はい。日本語教室になっちゃいますね。はい。で、あとアプリとかなんか設置して。外に出ない。外に出ない。政府からこれを必ず設置してくださいって言って、で、これ、携帯が長い時間動かなかったら、携帯を動かしてくださいって。これを置いてどっかに行っちゃったかもしれないんで、動かしてみたいな。で、それで動かなかったら、で、2週間の後にまたコロナの検査をしに行って、しに行くときも、歩いて行くか、もし、バスとかは乗らないでくださいみたいな。車とか乗るんだったら、なんか、専門のタクシーみたいな。コロナ専門の？そうそうそう、なんかそんなのを送ってあげますので、みたいな。だけど俺はもう2週間ぶりに外出るんだから、すごい外の空気を吸いたくて歩いてきましたね。3キロぐらいだったんだけど。まさかの徒歩。そうそう、徒歩でもこんな感じだ。外っていいな。その前の、他の人のこと聞いたら、エンブランス？救急車？救急車で移動した人もいる。もう、음성이었습니다。それだ、음성이라서。安心してください。画面を通してですけど、皆さんは。私も安心して今日は撮影をしています。そうですね。なるほど。あともう一つ、本題に入る前に、
前回やってた動画が4つのうちシリーズで4つ動画があって、そのうちの1つが10万回を突破したということで、ありがとうございます。皆さん見てくださって、すっごい連絡来たんですよそう、めちゃくちゃ連絡来た。私よりもちさんおっぱの周りでね、周り全然言ってないから、お前じゃないの、そうそう、これお前じゃないのあれこれちさんじゃないのと、めっちゃ来たのでおーおー見たかみたいな、ということで、じゃあ本題に、はい、入りたいと思います。先にあれですね、テーマも話してなかったので、今日一体何の話するんだろうってずっと気になってたかもしれないんですけど、おぬれ主人ね、記念日、記念日、記念日、왜 기념일을 선택했냐면 이유가 있어요 사실 이 기념일에 대해서 얘기를 함으로써 숫자에 조금 더 사람들이 숫자가 익숙해졌으면 좋겠다 많이 어렵지 하나 둘 셋 맞아요 그리고 혼자 공부하기에는 좀 지루한 부분이거든요 그렇지 그래서 조금 더한국어로숫자를말하는거를많이들으면서좀공부가됐으면좋겠다하는마음으로오늘은준비를해봤어요네일단은네12개있고1 2 3 4 5 6 7 8 9 12월달까지12개아 10... 12어그거아세요12월달까지12개가있고몇며칠날1월부터12월까지는있겠지뭔가하여튼다만들어한국사람들은하나씩은있을거다하나씩은다있을거고그리고근데이제크리스마스랑이런거다해야되나그쵸크리스마스도있지빼빼로데이도있지이게애인에관련한것들을모아놨거든요그렇지그리고뭐100일200일뭐1000일있지뭐가렌다야 私が調べて、まあちょっとこれはなんだろう、こうマイナーすぎるなみたいなのは抜いて整理して、全部で23個ありました。こんなのもあるんだ。23個って言うんだけど、本当にあれですね。もう付き合うなら毎日が記念日じゃないですか。ごめんごめん。だけど、韓国で本当に付き合ったら、もう400日、500日。これをずっと数える人もいるので、100日まだ。そうそうそう。そしたら1年も100 1年とかも300、400、500もやって1年もやる。もう全然やる人もいる。オッパはどうなんですか？ここに今書いてあるものの中で。大根ちょんどろば。高校とか学生の時、うちの学校だけだったの。커플이없는사람한테는다되게슬픈날이네오늘며칠인줄알아이렇게만약까먹고이거전화안하면이제약간임신계획같은한국에서는하이게조금애매하긴하지마즈아때남아이키이트저는그런저는쓰기저는주의그라인다이지소소